ラーメン北海道のラーメン、上川ラーメン、上川ラーメン、上川ラーメンとは、北海道上川郡上川町で供され、食されるラーメンであり、ご当地ラーメンの一つ。上川町の近郊には、旭川市があるため、旭川ラーメンの影響も見受けられるが、醤油だれの W スープが、主流の旭川ラーメンとは異なり、豚骨のみのスープを提供している店舗も、多く、誰も、 味噌や塩を看板に揚げている店舗が多い。スープにラードを加える、中細ちじレメンを使用しているなど、旭川ラーメンとの共通点も複数挙げられるものの、香味油にラードとオリーブオイルを合わせるなどの創意工夫を行っている店舗も見受けられる。今日では人口比のラーメン店舗数が、町民600人強あたり1店舗と非常に多いものの、 店舗によっては1日に100杯前後も出ることもあり、ラーメン店が全道、全国のリピーターを地元に呼び寄せているとされ、町おこしに一定の成果を上げている。老舗店には1934年創業の食堂、食いどこ明かし、ついで1955年創業のラーメンの鉄人芝、山などがあり、長い歴史がある。映画、許されざる者の撮影中に、 1970年創業の朝日食堂で渡辺県がラーメンを連食しテレビで絶賛したことから幾度となく隠しメディアで取り上げられた。1986年12月、石狩川のアイヌ名から命名した一種から別の里という町おこし団体の後継団体として町内でラーメンを提供している食堂の全15店が加盟する。 上川町ラーメン日本一の会が設立され、町外への PR を担っている。上川町の主要産業の一つであった林業の衰退に伴い人口減少の一途をたどったことや、店主の高齢、後継者不足などもあり、現在の加盟店は5店と店舗数は減らしているものの、結成30周年を超えた現在に至るまで活動を続けている。大雪山麓の遊水で生命し、 スープを作り、爽やかな空気、豊かな緑と三拍子揃った街でラーメンを作っていることを理由に、日本一ラーメンの美味しい街と称している。上川町ラーメン日本一の会では、以下の検証を掲げている。上川町のラーメンは、大雪残陸の清らかな冷水で製麺し、スープを作り、麺を茹で上げ、加えて洗練された技術と研究により、お客様に、 日本一美味しいラーメンと喜ばれることを自負し、そのためにあらゆる努力を傾けることを誇りとして、この検証を掲げます。ラーメンのスープを摂取90度にして出します。ラーメンの味を守るため、一度に多量の麺を茹でません。ラーメンの味を楽しんでいただくため、各店独自の味を出します。ラーメンの日を毎月1日とします。ラーメンを気持ちよく食べていただくため、 店内を清潔にします。ラーメンをこよなく愛し、お客様を温かく迎えます。ありがとうございます。